写真があるんですが、最初はどんな写真かわからないんですけど、みんなの写真を組み合わせると一つの渡利町の風景写真になって、その写真の中に皆さんのふるさとの思いなどが入って、全国の人たちにまた見てもらい知ってもらうことになりますので、今日は素敵な絵を描いていただければと思います。よろしくお願いします。今日はですね、絵がちょっと苦手な人はもっと好きになる、それで絵が好きな人はもっともっと好きになるようにですね、楽しんでいきたいと思います。いっせーのーで、どうなの、何これ、何これ、ねえ見てる。さあ、今見た髪ね、ちょっとね、離して眺めてみて、見てるとせんであったり、なんか変な形であったり、いろいろ見えてくるんじゃないかなと思います。いくつか形が見えてきてるかなと思いますね。その形に色を加えていきたいと思います。いや、大人になるとなんかもう綺麗になぞることしかなんか考えられないですけど、そうですね、そうじゃないよね、上手い下手にとらわれてしまいがちだと思います。これはちょっとなんか出来上がりが楽しみですね。はい、また渡利町をですね、全国の人たちに知ってもらえないかと思いまして、それで現在今取引している東京スカイツリーという場所は全国からのお客さんがいらっしゃる場所ですので、そこで渡利町の風景写真をみんなで描いて、販売することにより、また渡利を知ってもらい、応援していただけるんじゃないかと。おいいね、リュウチのそれ、その暗いところが、ぴったり、ぴったり合うね、被災地からの発信っていうのは、今回だけではなく継続して、全国からの応援いただいている皆様に、被災地がどういうふうに歩んでいくのかっていうのを、継続して発信していきたいと思います。